こんにちは、堀です。今回はゴールデンウィークの最終日、5月3日になるんですけども、まだ各地でね、いろいろ混雑してると思うんで、今日は近場でちょっとね、森の中を散策してみようと思って、ここへ入ってきました。本来は高尾山に行こうかなと思ってたんですけども、高尾山結構ね、まだ混んでると思うので、今日は尾根を挟んで反対側、日本百名城にも選ばれている八王子城址の方をね、ちょっと散策しようと思ってね、こちらへ入ってきました。有名な城跡なんですけどもね、ゴールデンウィークでもそこまで人入ってこないんで、この辺はね、静かに歩けるところなんですけども、先ほど結構ね、大きなカメラを抱えた方がね、何人かいたんですけども、ここの森結構ね、野鳥もいっぱい飛んでくるんで、野鳥を狙うカメラマンがね、何名か来てましたね。珍しい野鳥がこの時期飛んでくるようなので、それをね、どうも狙ってるようでした。皆さんも知ってると思いますが、八王子城址、小田原の北条氏三代目氏康の時代に三男氏輝が築いたお城なんですけれども、豊臣秀吉の関東制圧の一環として前田利家、上杉景勝によって一日で落城したっていう悲しい歴史を持つお城なんですけれども、今はもうだいぶ発掘調査も進み、一部がこうやって復元されて散策できるようになっていますが、まだね、大部分はね、発掘されてないんで、これからもね、新しい発見がまだ続々出れてくるとは思います。今歩いてるところは古道っていう昔のお城へのね、道だったそうなんですけども、結構趣があって綺麗なところです。今日はちょっとね、曇ってる日だったんですけども、野鳥のさえずりが心地よくて気持ちよかったですね。ゴールデンウィークってことで結構ね、人でも他ではあるんですけども、ここは別世界のようでした。見えてきた橋は引き橋って言って、御主殿に入る重要な通路だったんですけども、今はしっかり作られていますが、当時簡単な作りで敵が侵入してきた時には橋を壊して侵入を防いだと言われています。御主殿に入る手前には石垣が復元されています。この石垣、当時のものを忠実に再現したっていうことで、当時のものを利用して使ってるものもあるみたいです。昔の石垣がこうやって残ってるのはとてもね、貴重なものらしいです。御主殿の入り口には小口っていうところに、石段や石畳がね、結構ね、忠実に再現されていて、今触ってるあたりには縄文があったって言われてて、使い石なんかもね、こうやって復元されています。この石段、一段一段の高さが結構あって登りづらいんですけども、やっぱりお城ですよね。防御のための整備でもあるんでしょうね、この辺は。この御主殿跡なんですけども、結構広い空間になっていて、こうやってこれ使い石なんですけども、こうやって復元されていて、本来はこの地下60センチって言ったかなに保存されているようなんですけども、今これ見えてるのはレプリカだと思います。で、ここ今映ってるところは政務を行った建物があったと言われています。で、奥に復元、ちょっとね、復元されているところが宴会を開いた建物が建てたっていうことみたいです。この主祀室っていうところは城址がいた部屋なんですかね。で、今見えてるところ、ここにね、庭園があったって言われています。この城址の部屋から
すぐね庭園眺められたっていうことみたいです。まだ発掘調査が終わったっていうわけではなくて、まだわからないところがたくさんあるんで、今この見えている奥、山の中に城主が暮らした館があったって言われています。この八王子城主の一番の見どころ、この御主殿跡なんですけども、ここではボランティアガイドさんがいて、ガイドしてくれるタイミングもあるようです。では戻りましょうか。この帰るコースも別コースなんでね、もう少し見どころがありますので楽しんでいきます。今見えてきたのは悲しい歴史が残る御主殿の滝っていうところなんですけども、落城時御主殿にいた武将や女性が滝の上流で自害してね、次々と身を投じ、三日三晩赤く染まったと伝えられています。私も何回か見たことあるんですけども、この滝に向かって尺八を吹く方がね、たまにいるようです。帰りは先ほど通った引き橋の下を通るんですけども、昔はこの川が天然のお堀になってたんではないですかね。で、敵が侵入してきた時にはこの橋桁を落として侵入を防いだではないですかね。下から見るとよくわかりますね。この石垣は結構ね、高低差がある石垣でしたね。3段ぐらいになってたかな、立派な石垣でした。ここコンパクトにまとまって整備されているんで、とてもね歩きやすいコースにはなっています。また本丸の方へ登るハイキングコースも整備されていて、結構セットで歩く方も多いようです。またちょっとね詳しくはわからないんですけども、ここ八王子城市五条院っていうんですかね、御朱印みたいな、もあるようなのでね、興味ある方はねちょっと調べるといいかもしれないです。アクセスは高尾駅から週末ではあるんですけども、バスが出ていたり、駐車場もね無料で、ありますんで、八王子市の方でも今東京で唯一日本遺産に選ばれているこの地域なんで、結構ね力を入れて整備しているようなのでね、いつ来ても結構ね綺麗な姿楽しめると思います。今日はもう本丸の方には上がらないでここで帰ろうと思います。今日はねこんな感じで八王子城市、日本100名城にも選ばれている八王子城市をちょっとね散策してきた模様をねお届けしましたが、いかがだったでしょうか。たまにはこうやってのんびりブラッとしてくる時もありますので、また皆様の何かのね参考になればと思いましてね、今回もね動画作らせていただきました。それでは今回の動画はこれで終わりになります。また次の動画でお会いいたしましょう。それではさよなら。